ミスルというミュージックスクール山田です。はい、ジャズビギナーシリーズ、ちょっと久しぶりの更新になってしまいましたが、今回はジャストフレンズのコード進行で美味しいジャズフレーズてんこ盛りのソロを作ってみました。はい、冒頭で聞いていただいたかと思うんですが、どんなことが演奏されているのかっていうのを一つずつ解説していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。それでは解説の方を進めていきましょう。まず最初、テーマのメロディーですね。でここでメロディーを着地してしまわずに、パット・マルティーノのソロと同じような感じですね。ピックアップソロにしてしまいました。というものですね。はい。今回やったのは、まず F メジャーでドレミファソのところを、戻ってきて F の音に戻ってきたんですが、ここで F7 を想定しました。F7 で B フラットメジャーに解決できますね。というものですね。はい。で、ここの解決、大事なフレーズですね。はい。ナインスへの解決を行ったような感じですね。はい。この動き、かなり大事なので覚えておいてください。続く B フラットメジャー7ではこういったフレーズです。というものがですね、これはここの B フラットメジャー7のコードの形をなぞっていて、この動きは上パスとかでよく聞く動きですね。でここでレのフラットを弾いたのは次の B フラットマイナーを先取ったような感じですね。はい、次に3、4小節目は、はい、ここはメジャーフレーズで弾き倒そうのフレーズですね。B フラットメジャーのアルペジオを使ってます。はい、歌わせてますね。はい、続く F メジャー7にアプローチをしてますね。はい、このタッタバダバダバ、このリズムはビバップではもうしょっちゅう聞きますので、覚えておいていただけるといいかなと思います。はい、これはメジャー7からナインスまで全部半音階で装飾したものですね。これはピアニストがしょっちゅう使いますね。という状態ですね。で、ここで、最後に出来上がったのが、とことなく Am、ラ、ド、ミ的な形ですね。ですので、これを半音下げることによって、Am につなげました。はい。で、Am では、はい、ここ、ニュアンスが大切ですね。と、強く出しすぎてもいけませんし、何もなくてもいけませんね。はい。なんか指を持っていくような感じですね。音のみというものですね。はい。で、D フラット7の3の2にたどり着きました。で、ここでは、ディミニッシュの形を使っています。というものですね。で、次の G マイナーの3の音を挟み込みですね。と、持ってきたような感じですね。ニュアンスが難しいと思いますので、しっかり掴んでみてください。はい。続く Gm7 では、この Gm7 の正波コードですね。この形を装飾した感じですね。そして C7 のサード音に向かって流れていったような感じですね。はい。続く C7 では、コードトーン、ミソ、ド、シのフラットを半音階でアプローチして、しっかり3拍目の頭で着地できるようにしています。そして、ディミニッシュのアルペジオを使っていますね。これはもうすでに次の A7 を取ったと、先取りしたと考えていただいても大丈夫です。まあ C7 でも当然このアルペジオは使えますけどね。はい。続く A7 のところは、はい。これは、ニカズドリームというジャズスタンダードのサビから頭に戻ってくるところで、まあこういったフレージングが使われますね。という感じで、これも、
ナインス解決ですね。 Bm7 のナインスに解決していますね。はい、ここでナインス解決した後は、ビギナーシリーズでもご紹介している王道フレーズです。はい、このニカズドリームのナインス解決から王道フレーズ、もうお約束な動きですね。はい、これはもうしょっちゅう聞きますからね。はい、続く G7 の部分は、G7 のコードは考えていません。 F のトーナリティだけで考えている感じですね。ですので F のメジャーペンタトニックで、はい、このメロディー聞いたことある方は、多いかなと思うんですけど、テナーマッドネスという曲をちょっと引用してみましたというような状態ですね。で、最後は C7 になりますので、ちょっとというので、少しコードを追いかけたような感じになっています。はい、次のところでは、はい、この Just Friends はこの長7度の音から始まりますので、その音からと持ってきた感じです。ここも B フラットメジャーのアルペジオが見えてくるといいかなと思いますので、はい、この B フラットメジャー7の後は次の B フラマイナーの単3度音にめがけて、まあ、音を進めているような感じですね。で、この時最後は、この音はゴーストノートになりますので、まあ、リズムのためだけに置かれる感じですね。で、出てなくても大丈夫です。で、B フラマイナーの3度にたどり着きました。はい、次の B フラットマイナーではメロディックマイナーのラインを使っていますね。最後挟み込んだ E フラット7の3度ですね、なので E フラット7の3拍目で初めて E フラット7になった感じですので、今回は B フラットマイナー7というのが、1小節ともう2拍、まあ、ずれ込んだような感じですね。はい、そして次の F メジャーの5度音に向かって、まあ、アプローチをしていますね。で、次の F メジャー7のフレーズもよく聞くラインですね。はい、これもビバップではしょっちゅう聞かれますので、歌として覚えておくといいかなと思いますね。ちょうどオクターブ離れてるんですね。はい、で、ここで最後は A フラットマイナー7の、単3度にたどり着きました。はい、続く A フラマイナー D フラ7のところでは、どことなく F マイナーペンタっぽい感じですね。感じを使ってますね。はい、ただこれ F マイナーで、どの音を使ってしまうと、これは A フラットマイナーには合わなくなってしまいますので、そこだけはちょっと気をつけて使っています。はい、次は G マイナーセブンスでイレブンスの音に持ってきました。ここでは、はい、これはハニーサクルローズという曲のメロディーを引用しています。はい、その後は C7 の3度音を挟み込みに行きましたという状態ですね。はい、次の C7 はコードトーンを弾きながら、次の A7 のルートの音を挟み込みに行きましたね。で、この後 A7 でも、はい、同じように今度は Dm7 の3度音を挟み込みに行った感じですね。どことなくなんかジャストフレンズっぽいメロディーにはしてありますけどね。はい、最後の部分はやっぱり G7、C7 はもう無視してしまって F メジャートーナリティだけで演奏しています。これは F メジャーペンタトニックですね。で、最後はマイナーペンタという状態ですね。このミのナチュラルは、ファンに来たがっている、まあ、同音というものですね。という状態ですね。で、その後はエンディングとしてよく使われているような、エリントンエンディングと呼ばれるものですね。はい、という感じですね。まあ、最後はちょっとビッグな F7 シャープ9コードになりますけどね。はい、これエンディングコードとしてよく使われますので覚えておいていただけるといいかなと思いますね。はい、こういった形ですね。で、冒頭のものはテンポがものすごく早かったと思いますので、ちょっとゆっくりめのテンポ120ぐらいのテンポで演奏してみようかなと思います。ただ、譜面通りに弾くのは僕はすごく苦手なので、はい、うまく弾けるかどうかわからないんですけどね。やってみましょうか。では、行ってみまーす。テーマの最後から演奏しまーす。1、2、3、4。
形になりますので、なぞって遊んでみてください。はい、今回はここまでにしましょう。美味しいフレーズてんこ盛りだったと思いますので、部分部分抜き出して他の曲に応用してみてください。またジャズの指使いに慣れてない方なんかはこのソロを弾いて、ジャズを楽しんでいただければいいかなと思いますね。で、まあ僕自身の話を言えば、最近はこういったビバップ的なフレーズはあまり聞かなくなってきてしまったんですけど、でもたくさん耳コピーをして覚えてきたので、ぜひ弾いてみていただければいいかなと思います。はい、今回の講座が参考になりましたら高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また次の講座をお楽しみに。それでは。